こんばんは、速稼塾の久保です。今日私はですね、静岡の方に、新富士市の方にね、お邪魔しておりました。そして、広島に帰る途中、とんでもない事件が起きたんですよね。それはですね、名古屋駅までしか新幹線が来ないというね、こういうことで、新幹線がもうね、名古屋で止まっちゃったもんですから、名古屋駅を出て、急遽ですね、近くのホテルに、まあ、今日構えているところでございます。ということで今夜私は名古屋駅周辺に宿泊する予定でございます。ただいまですね、部屋の方が、まあ、いとも簡単に取れて楽ちんだなと思ったんですけども、周辺見てみますとね、やっぱホテルが取れなくって座り込んでる方とか、公園にねグループでいらっしゃる方とか結構いるんですよ。まあ、こういう時私がね、得したなって思うのの一つに、ネットのスキルがあったってことなんですよ。で、私はブッキングドットコムで、まあ、部屋を探したらすぐに見つかったんで、まあ、こうやってね来てみたわけなんですけども、まあ、気持ちを変えてね、今日は一泊名古屋で過ごせるなと思ったら、なんかねひろこさんの近くにいるからちょっと嬉しいなという気持ちもしたりとかねするわけなんですよ。ちょびっとですけどね。まあ、それからあの名古屋のオフ会した時に、あ、台風の影響でですね、はい、新幹線止まりましたけども、私別に明日予定があるわけじゃないんで、まあ一泊しようかみたいな感じですよね。で、一泊ついでに明日は名古屋見物でもしようかなってところなんで、特に明日の早朝帰る必要もないですし、まあ早朝とかお昼はね、あの新幹線も混んでると思いますんで、まあ大体空いてくる午後とか夕方ぐらいに帰ればいいのかなってところで、その分、こちらのね、名古屋駅周辺で今晩は、割引券をいただいたんでね、ここでしっかりとね、なんか美味しいものをいただきながら、それから、まああの、ビールの一杯でもいただきながらね、それからあの、泊まったところが朝食券出してくれたんですよ。おー、これはいいなと思って、たまには朝食もね、食べてみようかなってことですね、こういうところで。私が泊まったのが、もう野宿するつもりだったんで、どこでもいいやと思ったんですけどね。ジャストインなんとかってとこですよね。よくわかんないですけども。まあ、出待ちがいたら困るんで、やめときましょうか。顔変えは。出待ちいないと思いますけども。さあ、というところでね、今日は思わぬところで、もう10時ぐらいに私ね、自分の自宅に帰ってる予定だったんですけども、こういうことになりましたんで、一丁ね、名古屋の街を散策しようかなってことでございます。ただね、やっぱ風がビュービュー吹いてて、これから雨も降りそうなんで、あんまり遠くに行けないかなっていうのと、どうやらね、この私が泊まったホテルの周辺って、どうもなんかピンク産業が多いんですよね。で、私そういうものはもう完全に足を洗ってるっていうか興味がありませんので、奥さん一筋なんでですね、まあそういうところには寄らずに健全なお店をちょっと探そうと思ったところで、なんとね、名古屋名物手羽先フライボ、それから世界の山ちゃん手羽先、台湾ラーメンはまあいいかっていうところですけども、結構手羽先とかね、お肉、鶏、こういったものにかなり比重が置かれてるのかなと思いますよね。それであの新幹線のチケットなんですけども、こうやってハンコをしていただいて払い出しを可能になったんですけどもね、ただ払い出しをする人が行列がブワッとできてて、私はとても並ぶ気にならなかったんですよ。あれ並んでたら今度宿泊がなくなりますよ。で、そう思ったら別に焦らなくても明日でもいいんじゃないかなと思うんですけどもね。まあまあ別にこう帰れればいいですから、こういうのはね。はい、私の取った帰りのグリーン席は無駄になってしまいましたはい、美味しいですね、名古屋飯の手羽先。ちょっとね、これはね、気持ちを変えて、まあなんて言いますかね、この街をもうちょっと好きになるという神様のおぼし飯ですね、きっとね。あ、じゅんさん、もうね、名古屋までしか到着しなかったんで、広島まではとても行けないですね。新幹線が順番に運休してまして、私はね、暴風域が関東だと思ったんで、こっちの中国地区とかね、近畿の方は問題ないかなと思って今日出てきたんですけども、ちょっと見通しが甘かったですね。まあ見通しが甘かったのと、特に今日どうしても帰らないといけないってことでもないですし、明日どうしても帰らないといけないってわけでもないんでね。まあこのまんま、楽しませていただこうかなというところでございます。というところでね、やっぱりこう、私みたいな情報発信業とか、インターネットで、こう、なりわいとしてるものとかね、やっぱ会社に所属してないってことは、基本的に明日の予定がないんですよ。で、ぶっちゃけ一言言ったら暇なんですよね。で、暇だから、自分の興味、関心が湧く、場所とかね、人のところに行けるし、素直に自分の感謝とかね、表現できるし、自分の手間を惜しまずに、誰かにね、やっぱ尽くすことができるなっていうところは、本当にありがたいと思いますんで、これからも、決してね、自分の労を厭わずに、恩返しの旅に出ていきたいなと思いますよね。しばらくは、子供のことがありますんで、出産がありますんで、もうちょっとさすがに出かけることはないと思いますけども、来週はですね、東京の六本木ヒルズの方に17日呼ばれてるんですよね。こちらの方もちょっと仲間のトレーダーはじめ、まあ名だたる
有名人がいますんでね、私もまあ有名人だって言われてますけども、まあ、お互い有名人で久しぶりに会うんでちょっと嬉しいなというところでございますね。そんな形で今日の放送はこんなところで終わりかなと。でやっぱね、こういうトラブルってのがなかなか面白いですね。私の人生ってのはいろんなことが起きて、その状況に拘束されない、この何と言いますかね、晴れ晴れしさと言いますか、まあ家ではねちょっと奥さんが寂しがるかなと思いますけども、そこはちょっと申し訳ないですね。電車が止まりましたんで、こういうことでございますんでね。でどうしても帰れなくもないんですよ。広島まで出てタクシーでそっからみたいなことあるんですけども、まあそれを考えたらまあ明日でいいかみたいな感じですよね。あ、思い出した、明日の夕方は町内会があるんだな。町内会までね、どうしても帰りたいですね。まあ、そんな感じでね、人生を自由に過ごすっていうのは何の構想も受けずに、時間的金銭的なその余裕をね最大限発揮できるってことなのかなと思いますし、逆に言うとこのね不自由な人生っていうのは時間の自由がないとかお金の自由がないっていうところから始まるのかなと思いますから、やっぱりね根性出してビジネスやったりとか、その FX みたいな誰でも取り組める投資で凡事徹底して力をつけていくってことはすごく大事なことなんじゃないかなと思うんですよね。そんな感じですかね。じゃあちょっとお腹空いたんで、僕は外出してですね、夕食場所を探そうかなと思います。今日はね、飲み物は結構飲んだんですけど、何も食べてないような状態なんでね、さすがにお腹が空いたかなっていうところもありますし、まあお腹が空いただけだったら何も食べずにこのままね、バタンと寝てもらってもいいんですけども、なんかね、名古屋の名物っていうのはそういうの考えたことなかったんで、ちょっとね、この割引券を使えるつもりで行ってみようかなと思います。桜亭いずれか無料、大人気チキン南蛮、みたいなのもありますね。なるほどね。お、これがいいな、松坂牛リーズナブルに松坂牛、これがいいじゃないですか。どこだろう。気分屋、なるほど。定休日水曜日だから今日は大丈夫だな。徒歩1分で着くみたいです。お、これはいいな、気分屋、こちらに行ってきます。はい、もうこうなったらね、もう食べるしかないということでございますね。いやー、ごめんね、ゆかちゃん。じゃあおやすみなさい。私はちょっと外食に行ってきて、帰ってきたらまた放送します。で明日はね、6時半から朝食だよということなんで、明日の速稼塾の定期放送はちょっとできないんですけども、夜になりますけども、ライブ放送だけはさせていただきますので、皆さんと今度ね、その時にお会いできればなと思います。吉谷さんの例のね、億万長者合宿のリレーは今夜できないんで明日になりますし、ミスターまゆみさんの放送も多分明日の朝届いてると思うんですけども、ちょっと明日の夜の返信になるかなというところでございます。その他ね、動画のやり取りされてる方、あ、ひつまぶし美味しい。ゆかちゃんごめんねですね。ひろこさんありがとうございます。ひろこさんがね、なんかね、こう距離的に近いじゃないですか、三重と愛知、若干近いみたいなことで、このライブ放送もね、より身近な感じで、放送できました。ありがとうございます。それからね、こんなね、私の失敗と言いますか、旅のドロップアウト、この放送を、ね、見てくださった10名前後の方、本当にありがとうございます。これもね、一応 YouTube にアップロードしようと思います。あ、それでね、駅の方はむちゃくちゃ混んでました。駅の何が混んでるかっていうと、まずは電車が止まったんで、そこからのチケットの、まあ、犯行ですとか、あとは運休証明ですか、会社でお勤めの方、運休証明出して、まあ、高級扱いにしないといけないですし、あとは切符の払い戻しで緑の窓口もブワーっていてですね、もうとてもじゃないけど駅の構内っていうのは不愉快度マックスですよ。私はね、もうそこからもう一刻も早く逃げ出したかったんで、バッと出て、あとホテルも宿泊できればどこでもよかったんですけど、たまたまブッキングドットコムで、ここがいいよっておすすめが出たのがここだったんで来ましたけども、よく考えたらね、やっぱこういう時だからこそちょっと豪華なホテルを選べばよかったなと思いますね。まあここもその豪華ですよ、すごく丁寧なんですけども、すいません、ホテルになんか難癖つけちゃいけないですね、泊まらせていただいてるんで、はい、何もとにもかくにもですね、この自然災害も私に何かね、こうせっかくだから楽しめと学べということなのかなと思いますので、トラブルに腹を立てずに、まあこうなったんだったらどういうふうに自分の人生をより充実したものにできるかなというふうに考えていこうかなと思います。その一つが、私はちょうど今日はね、松坂牛をいただいて、それでね、おかしな遊びは全くせずに、まあ奥さん一筋でね、今日もキリリといこうかなと思います。本当にね、松坂牛は楽しみですね。この前ね、ひろこさんとのゆうかさんにいただいて松坂牛をね、お正月にもう食べさせてもらったんですけども、もうね、ほ
本当あれ以来ですね、松坂牛ね。私はね、広島なんで神石高原牛っていうのを結構いただくんですよ、広島名産の。あれも好きなんですけど、松坂牛はそのしゃぶしゃぶとかね、すき焼きにすごく向いてるなと思うんですよね。まあ、愛知の方はね、手羽先とかが主なんでしょうけども、今日は手羽先も松坂牛もいただける、気楽屋さんにちょっとお邪魔していこうかと思います。気分屋か、気分屋さん元網っていうのかな、これ家族が大喜びでしたね、ほんとね、ゆかちゃんね、あれ良かったよね。で、また松坂牛を、おごってもらいましょうこうなったら。あ、それでね、ひろこさん、ひろこさんまだ見てます？ひろこさんのところに行きますからね、生まれて、それでなんていうんですかね、落ち着いたら行きますんでね、もしくは来てください、ぜひよろしくお願いします。はい、今日も視聴いただきましてありがとうございました。ちょっとね、じゃあ気分屋さんに、お肉をいただきに行ってまいります。半額券もいただきましたんで、じゃあ失礼します。